はい、はい、どんどん。すごっ。おかえり番の9番。どうも、のんちゃんと名乗っているものです。ここに立っているということは、今日もバンジーさんにね、ドッキリを仕掛けていこうと思うんですけども、最近の番の9はですね、辛いものとかもやるんですけど、ご褒美ドッキリのようなものもやっています。食べたものがすごい高級だったとかね。その中でね、うちのドッキリイクラがすごく人気あります。イクラの偽物シリーズですね。ラー油ビーズだったとか、ほぼイクラだったとかね、そのシリーズとても人気です。探してきました。今日のドッキリはこちらを使おうと思います。てんてんてててててててんててん。尺投げの森。ヤマメの超高級なイクラでございます。高級なお寿司のね、お店でもね、出しているというイクラでございますが、どんな感じかと言いますと、金でございます。金のイクラでございます。すごいですね。ヤマメの卵でございます。お値段は、8980円でございます。こちらで 300g で持った時にね、そこが抜けたんでね、このテープもここに貼った方がねいいと思います。重さにね耐えられないみたいですテープもここにねお願いしますね、今度。ということで今日はこちらをですね、バニーさんに出してみて、あ、今日も偽物のイクラを出しやがってと思わせといて、実は超高級だったっていうドッキリをしたいと思います。それでは作っていこうと思います。やっぱわさびもね、高級にいきたいと思います。わさび菜のおひたしとかを作ってみたいと思います。こちら出してみようと思います。ちょっとね、汁が漏れちゃったんだよね、横にしたら。よいしょ、はい、どんどん、はい、どんどん。わー、すごい。どこですか？金ですよ。あ、すーごい綺麗ですね。味見をしてみましょう。すっごい弾力ですね。イクラ独特の臭みみたいなね、やっぱあると思うんですけど、一切それを感じないです。びっくりするほどシンプルなうまさ。かわいい日本酒を見つけました。これ。めちゃくちゃ美味しかったんで、酒欲が湧いてきました。お酒にとても合います。乾杯していきたいと思います。おいしい。うん、うん、うめえなじゃあ料理していきます。お汁もね、入れちゃいましょう。とろろ昆布汁、さっとね湯通ししますよ。色が鮮やかになったぐらいで OK です。もうなってますね。それで終わりで、水でさらす。水でさらすよ。まあ絞りすぎるとね、繊維が潰れちゃうんで、ほどほどに。食べやすい大きさにね、切っていくよ。こうやったらね、野菜もいっぱい取れるからね。あんなにあったのがこんだけ。お漬物もね、入れよっか。冷蔵庫なんか入ってたから早く使わなくちゃ。何の漬物？忘れちゃった。これを削っちゃうよ。翔太の寿司って知ってます？翔太の寿司でね、わさびは円を描くようにこするんだって習ったんです。疲れる。リズムはお腹空いてるだろうから、ちょっと多めにねあげますね。おー、つゆの準備する。じゃん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 。あ、すごいね、これいろいろ入ってますね。こんな風になってんだ。だしの素、ネギ、とろろ昆布が入っておりました。さて、これをどうするのでしょうか。まずこちらを入れます。だしの素も入れます。わ、すごい。わ、すっごいいい匂いすんじゃん、これ。
そしておネギも入れます。なんであんな喋り方なんだろうね、昭和ね。かわいいでしょ、鳥よ。じゃあちょっとこれ入れましょうね。はい、持った。はい、どんどん。すごい、いいのこんなに持っても。はい、どんどん準備ちゃおう。ちょんちょん。はい、見てください、こちらが黄金イクラでございます。こちらでね、1万円強でございます。じゃあこちらをバンディさんに出して反応をね見てみたいと思います。美味しいというか偽物でしょというか、美味しくないというか、彼のね舌がね試される時でございます。じゃあ出していこうと思います。こんばんは。はい、カメラが回っているようですけどこれは何でしょう。イクラ丼。イクラ丼、うん、今日はイクラ丼を作りましたよ。イクラには見えないけど、イクラ丼ですよ。え黄色いじゃん。イクラ丼です。イクラなの。イクラです。いただきます。え、これ醤油とかもしよかったらかけてみ、ちょっとこれ食べてみてもいいよ。さあ、これとか効かないの。これはね、え、でもこう、え、うん、まあでもこれがとにかく気になるよ。じゃ食ってみたらいいよ。いいですか。乾杯とか せずに。え、もうそんなだってさ当たり前のようにイクラ丼としては食べれないよ。じゃあ今すぐ食べてみて。じゃあ食べてみるよ、とりあえずね。さあ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 、うん、ブチブチ感強めの味あっさりいくら、醤油かけたいって感じ。いくらっちゃいくらですね。何これ、いいやつ悪いやつ、それもわからん。色が違うだけな。醤油かけたらマジいくらと思う。いくらだ、うまい。最初口臭のやつかと思った。口臭のビーズ。おいしい。うまいね。うん。何これ、変わってるね。いくら、それいくらだと思う。このいくらいくら、うん、でも何なのそもそも。黄色いいくらなの。こちらはですね、はい、黄金いくらという超高級いくらでございます。あ、そうなの。ヤマメです。へぇ。今日は偽物っぽく見えて逆に超高級な食材出してみたドッキリでございます。んー、なんかでもそう聞いたらすごい美味しい気がしてきた。いくらなの。この2つで、うん、8900円。あー、まあでもいくらだと思えばするか。 300g でしょ。いくらの方が安い。いくらの方が安い、うん、そうか。これは、ただの汁です、うん、美味しい。卵をね、うん、ご賞してもらったんで、お返しに、お返しに。美味しい、いいですね。辛い、これ辛いやつだった。そっか、辛いやつだね、それね。辛い、冷蔵庫にあったから何だろうと思って入れちゃいました。いいですね、こうやって仕返しじゃなくてお返しし合うっていうのが。お返しでございます。ずっとお返しがいいんですよ、うん、辛いのいいですよ。美味しい、美味しい、美味しい。ゆっくり食べましょう。じゃあ、はい、じゃあこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。お待ちします。 X、Instagram、TikTok もやってますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします、うん、それでは次の動画で会いましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。プチプチして、ずっとマイクにプチプチ入ってるかもしれないよ、うん、おいしい。